それでは今度は3桁と3桁の引き算をやっていきましょう。でも引き算も筆算であれば同じです。丁寧にやってただ繰り下がりには注意をして計算するようにしてください。やってみたいと思います。364-159は位をそろえて書きましょう。1マスあけて364。 位をそろえて159です。これの引き算やね。どうなるでしょうかよいしょ。やってみたいと思います。引き算の時も足し算と同じで1の位からやね。1の位は4-9はこれは早速。 繰り下がりやね。4-9できないので、けど10のいに6もあるんやね。これを1借りてくる。これが繰り下がりでした。ここの1っていうのは10なので、ここが14になるんです。その代わりこっちらは10繰り下げて貸してあげたので、5になります。1減らして1貸してあげると。そうすると1のくらいは 14-9になるので14-9は5やね続いて10の位ですここは5になっているから5-5で0やねこれは0をしっかり書かんといかんよ何もなしやったら分かりません10の位は0にしてくださいそして100の位ですこれはそのまんま3-1したらいいので答えは2に なります。答えは二百五になりました二百五ですそれでは次の問題七百二十二引く四百九十一はになってます位を揃えて書きましょうどうなるでしょうか引き算です 今度はさっきと何が違うか1の位はそのまんま計算できるね2く1なので1ですけど10の位を見てください2く9はできないよねけどさっきの2桁の時と同じようにこっちの100の位から借りてくればいいんですなので借りるためにここが6になって 一借りてきます。なので十の位を十二引く九で考えてあげたらいい十二引く九は三ね百の位はそのまま六から四引いたらいいので六引く四で二です答えは二百三十一になりましたそれじゃあこの動画の最後の問題です五百六十 引く百六十八はこれはどうなるでしょう五百六十引く百六十音と八はどうなるかよいしょ一の位はこれでひんよね零引く八です零引く八できないので十の位から借りてくる五になって一です 十引く八になって二やねえ十の位はこの貸してあげたせいで引けなくなりました五引く六ですなのでまた連続して繰り下がりですこっちらの一を借りてきて四になりますなのでここは十五になるんやね大丈夫十五になっています十五引く六はなので九やね そして100の位は4く1で3になります5 6 0百1 6 8の答えは392になりましたこういうふうに3桁く3桁の引き算でも2桁の時のように引けない時は繰り下がりを使ってくださいそしてこの問題のように続けて引けない時は連続させて引きます 順番に繰り下がりをして計算をしていけばいいんです。